思議の国のカフェやってます。どうぞお越しください。あ、こんにちは。今ね、ルビーたちがお手伝いしてるカフェの呼び込みをやってるの。不思議の国のアリスがモチーフのお店なんだよ。他のみんなも呼び込みに出てるんだけど、誰かと一緒に行けばよかったな。大きい声出すのって結構勇気いるよね。ステージではいつも大きい声で歌えるのにって変に思うかもしれないけど、歌う以外で大声出すなんてしないし、お客さんたくさん呼ぶために頑張らなきゃいけないと思ってるのに、どうしても声小さくなっちゃうんだ。前に学校の図書室でアリスの原作を読んだんだけど、アリスは不思議の国に迷い込んでも全然怯えないで進んでいくの、すごいよね。ルビーにもあんな勇気が欲しいな。そうすればきっとどんな場所でも元気にハキハキ喋れるのに、アリスならできるよって。え、違うよ、ルビーはアリスじゃない。あ、そうだ、ルビー今アリスの格好してるんだ。今のルビーならアリスみたいに勇気が出せるのかな。よし、やってみるね。いくよ。不思議の国のアリスカフェ、どうぞお越しください。